マジで、もしもし、もしもし、はい、もしもし、暇だからかけちゃいました。どうもこんばんは。何やってんすか？今ご飯食べてました。この時間にご飯食べんの？はい、仕事から帰ってきて今やっとご飯食べてました。ご飯食べるやいないや斉藤さんやるんすか？暇だったんで。同じ。寂しい。俺もちょうど今、仕事終わって晩酌しながら、はい、やっぱご飯食べてるときは何だろうって考えて、斉藤さんだなと思ってやったの。一緒だ。全く一緒だ。すごくないですか？こんな偶然の一致。すごいですね。今何してるんですか？普通にご飯食べてる。今普通にご飯食べてる。何食べてますか？今はね、普通にお肉。お肉、いいな。鶏のお肉。鶏の肉。うん、何食べてんですか？エビチリ食べてました。うーわ、出た。年おいくつですか？俺今年27なんですけど。あ、私24です。あ、同じくらいじゃん。1995年生まれ。あ、そうなんですね。ほとんど一緒だ。マジかよ。年近。ね、すごいですね。ね。そう、なんか、俺もやりたくない。やっぱ斉藤さんとかちょっとなんか、毛嫌いしてたんだけど、はい、なんかお姉ちゃんにどうしてもやってみなって言って応募されちゃって今日始めたの。本当は全然こういうのやってるキモ男じゃないから安心してね。お姉ちゃんに無理やり応募されて、たまたまやってるの今。マジでマジで。いやじゃ、キモいじゃん。だってさ、彼氏が斉藤さんってさ、めちゃくちゃキモくない？さすがにいけます。キモいでしょ。俺だべ、お姉ちゃん方式だから本当大丈夫。お仕事どういう系の仕事してんの？言っていいの？聞いていいの？そういうの？斉藤さんって。いや、別に、うん。電話ずっとしてます。家電してます。え？家電？はい。家電を営業です。営業してんの？はい。それでこの時間まで働いてたの？働いてました。めちゃくちゃ頑張り屋さんじゃん。俺、勝手にさ、なんか夜のお店とかで、俺一番嫌いなのが、ラウンジで働いてる女とか死ぬほど嫌いなのね。そういう系なのかなと思って、なんかちょっと心配しちゃったけど、家電製品を売ってるんだ。あ、家電製品じゃなくて電話かけてるんです。営業のお電話。もう、そんなに頑張ん、涙が出てくるよ、俺。すごいじゃん。でも、俺も、かくいう俺も、普通に、病院で働いてる。あ、そうなんですね。お疲れ様です、今日も。そう、さっき終わって帰ってきた。お疲れ様でした。何かですか？普通になんか蚊とかない。蚊とかない、うん、蚊とかない。蚊なんてない。蚊なんてない。うん。うん。でも嘘じゃないよ。なんかあんまり言うとなんかちょっと、ね、恩着せがましくなっちゃうかなと思って。別にそういう、ね、ジャンルで言うと医療従事者なんだなと思ってて。すごい。こんなしっかりした人も、あれするんだ、斉藤さんするんだ。俺、斉藤さんのこと勘違いしてたかもしれない。無理やりお姉ちゃんにさ。高校時代ぶりに寂しくて入れたんですよ、今日。え？何？高校時代の時、一回友達とやって、うん、もう一回入れ直したんですけど、たまたま。マジで？それで俺たちは今日たまたま出会った。俺もそうだよ、お姉ちゃんに急に入れられて。あんたはもういい年こいてんだから、彼女の一つでも作った方がいいよって言われて、俺、悟って言うんだけど。サトルもそろそろ彼女作った方がいいよって言われてたまたま入れたの。すごいね。そうですね。ね。これ。よかったです、変な人に当たんなくて。俺マジで変な人じゃないよ。一番変な人じゃない俺が。一番変な人じゃないですか。だってさ、いっぱい変な男と当たったでしょ。いっぱいいました。なんか気持ち悪い感じの人。なんで、じゃあ俺が最初に繋がった人じゃないんだ。どんな人ですか？違う、なんか今日初めてかけたのが俺じゃないんだ。そうです。やばいやついたでしょ。キモって思ってきてそう、やっと普通の人で喋れた感じです。俺もさっき30代の変な男と当たっちゃってウヒヒみたいな感じでやばこいつと思ってすぐ切って2回目なの俺で、もうやめようかなと思ってたの。じゃあたまたまですね。たまたまいや嬉しいな、こんな真面目なこと喋れるんだ。真面目ですよ。でも周りでもやってないでしょ。
やってないですね。本当に時間つぶしで始めたんだ。本当に時間つぶしです。暇な日とか、暇な時とか何やってんの？ YouTube とか見てんの？ TikTok YouTube 見る時もあります。何見、誰見んの？そういう話しようよ。キヨとか見てます。あ、一緒だ。俺もキヨとこれこれと、あとスカイピースと、はい、コムドット、もっぱらコムドット。うん、コムドット好きなんですか？好き。嫌い一番好きなアムギリ、コムドットのアムギリ。理由は顔がガンダムに似てるから。誰か、なんで、キヨのどこが好きなの？え、うん、元気なところ。声が大きくて、勝手に音が入ってくるんで寂しくないです。ああ、なるほど。まあ確かに、明るいもんね、あいつね。あと、エミリンとかも見てます。うわ、俺も超好き。あと、平成フラミンゴね。一緒じゃん、全部。ね、あでも、最後だ。でも、合わせてくれてます？いや、合わせてない。でも、最寄りだったら、キヨよりコウスケの方が良くない？ちょっと。コウスケ？でも、キヨの方が良くないですか？コウスケのこと知らなかったでしょ、今。ね、コウスケ知らないの？いや、そんな、コウスケ見てなくて。あ、そうなんだ。じゃあ、俺もコウスケ見るのやめよう。キヨ見よう、今日から。なんか、こんなね、仕事終わりで、いっぱい喋っちゃって疲れちゃうだろうからもう切るよ。 ありがとうございました。また喋ろう。また俺このぐらいの時間にこれから毎日レンコインするからさ、出会ったら喋って俺と。もなんかちょっと面白い話用意しとくね。はい、ありがとうね。ありがとうございました。お仕事お疲れ様。おやすみ。おやすみなさい。はい。ほら、女いたじゃねえかよな。女いるって言っただろ。いや、しかも今配信してなかったらガチで LINE 聞いてたからね。ガチで。配信してたから聞かなかったけど、ガチで LINE 聞いてたからね。